what you say, but all I hear is noise. I don't have time for trying my luck. I've been too hurt before. You're not that special. Just give it up. I think I've had enough. I'm too busy loving my friends. I ain't got enough love to spare for you. おはようございます。ですね、今日は週末土曜日でしてですね、タウンの方に向かってるんでございます。タウンの方に向かうとなるとビデオ回したくなっちゃうので、今日はフォローミーアラウンドっていう感じで撮っていこうかと思いますよ。ですね、そう、今日はお仕事が入ってるんですよ。なんでタウンの方に向かっているんです。美容系のお仕事ね。だから大きいスーツケースとかディーバーライトとかも持っていくんだけど、そうなんでね、今日はタウンに行くからちょっとメイクもいつも通りよりちょっとしたし、ちょっといろいろ服とかもなんかちょっとなんかいろいろやってみた。いろいろやってみた。そう、ちょっと普段よりエクストラでございます今日。昨日そう髪の毛やったんですよ、自分の。でね、こんなさハイトーンだとなんかケアが大変じゃない。根元が生えてきたらやらんけだし、だから結構めんどくさいんだけど、なんかショートの間はそうちょっとハイトーンでいようかなと思って。あのね、ほら私もそうだし、まあ、基本さ日本人のその大体の人ってさ髪の毛が直毛じゃん。だからある程度の長さにならないとさ髪の毛がこう落ち着いてくれないわけで、私の髪の長さはまだちょっとピュンって立っちゃう。例えばこのもみあげのところとか伸ばしてるんだけどね、ここら辺とかもこうザッていう感じなわけ。これこの状態で髪をねダークな感じだとマジで少年みたいな感じになっちゃうから、そういった意味でですね、はい、とりあえずハイトーンをキープしてるわけです。でさ、このハイトーンってやっぱそうケアが大変じゃん。なんでさそんな大変かっていうと、なんか例えばシャンプーをするたんびに色が抜けてっちゃったりするじゃない。私が自分のお友達とかにやるときとかはそのシャンプーしないでねって言ってるわけ。私はさ毎日髪を洗うっていう風に育ったわけよ。だから大体の大半のさその日本人の人っていうのがさ髪を毎日洗うっていうのが普通じゃない。だけどね、美容の専門学校に行った時に分かったんだけど、そんな毎日洗わなくていいのよ。このさ髪を洗わないとさこう油が出てきて、でこの頭皮のところがちょっと油っぽくなってさギシュッとしててさ、で見た目がなんかおーなんか汚いなみたいな、髪の毛洗ってなくないっていう感じの見た目になるわけじゃない。で私たちはさ2日間髪を洗わなくても大体の人は割とそういう風にはならないわけ。その体質によってね、頭皮からそのなんだっけ油を出しやすい人もいるから、そしたらすぐこうギシュッとなっちゃう人もいるっちゃいるんだけど、だいたいそのアジア人の体質のタイプだと大体の人はね、そんなにこうすぐはならないから、2日3日髪を洗わなくてもいいんだけど、ほら人によってはほら痒くなっちゃうとか、なんか気持ち的にとかさいろいろあるじゃない、まあ、だから人の好き嫌いなんだけど、私がねその学校に行った時、自分の学校にいた友達とかさ先生とかあとお客さんで来る人とかも毎日洗ってる人ってめったにいなかったの。だいたいまあ3日おきとか4日おきとかなんだよ。そうで、知り合いの黒人の子はもう本当にめったに髪洗わないって子がいたんだけど、頭その頭皮がすごい乾燥しやすいから洗わないって言ってって言ってる子もいました。あ、それでその学校の先生とかもう4日とか洗わないからさ、どうしてるかっていうと、そのドライシャンプーっていうのがあるのよ。聞いたことある？これはね何かっていうとスプレーなんだけど、洗ってない髪の頭皮にさちょっとこうギシュッとしてる頭皮にスプレーすることによってその油をさちょっとマットに変えてくれるのね。そうだからちょっと見た目がまあ
悪くならないっていうかマシになるっていう感じなんだけど、そういう使い方がまあ基本的の使い方なんだけどね。なんかヘアスタイリストとかはそのヘアスタイリングするとき、ウェディング行くときとかにさ髪セットしてもらったりするじゃん。そういう感じのスタイリングとしてちょっとテクスチャーを与えてくれるかな、与えてくれるからボリュームを与えるというか、だからそういった意味でテクスチャライザーとして使うこともできるんだよね。まあ、そういうのがあるんだけど、それをさその洗ってない髪にその頭皮にシュシュッとやってでちょっと揉み込んでみたいなっていう風に使ってる人もいましたけど、私は基本ね2日か3日おきに髪を洗ってて、そう2日か3日おきだな。なんか結局さそのこの肌も一緒だけどさ頭皮もまあつながってるか同じことなんだけど、あれじゃない、ほら結局さ必要な油はそこに置いておかないといけないわけだよね。でもそれを洗うことによって剥ぎ取ると結局多分頭皮の場合だとそのフケとして出てきたりとか、顔だったらさほらこう荒れてきたりするじゃん。だからそう必要な、人間が出す油っていうのは必要な分は必要なんだよそうで自分のお友達にやるときとかはその髪をそんなに洗わなくていいよっていうのと、あと同時に紫シャンプーを使ってねって言ってて、紫シャンプーってさその髪を洗うたびに抜けるんだけど、そこに紫シャンプーは色をディポジットしてくれるから色を入れてるような感じなわけ。そうだからその紫シャンプーを使うことによって、例えばちょっと黄色くなってきたなとかオレンジ味が出てきたなっていう時にそれを使うと、その色がさニュートラルで保てるっていうのは可愛い色で保てるから紫シャンプー使うのをおすすめしてて、で毎日使わなくていいのよ。毎日入れると今度髪の毛が紫になっちゃうから、私はだいたい黄色くなってきたなって思ったら使ってねっていう感じで言ってるけど、まあ、基本なんか1週間に1回とかそんぐらいのペースで使っていれば、色味はいいままいい状態を保てるっていう感じだから、普段使っているシャンプーとあと紫シャンプーを、まあ、同時に持ってないといけないんだよね、ハイトーンとかハイライトとかする人は。でね、特に自分はこの色が抜けちゃったりとかしたら自分で入れられるから特に紫シャンプーは使ってないんだけど、でも昔使ってたことあるんだよね。もうすごい本当におすすめです。なんかこれといってすごいご利用しの紫シャンプーは特にないんだけど、でもその紫シャンプー自体の存在を知ってもらえたら嬉しいなと思って、この私が髪を昨日タッチアップしたのと同時になんか豆知識的な感じで話せたらいいかなと思って、この運転している間さ口だけはだから動かせるから、 それでなんかちょっとベラベラ喋ろうかなと思ったわけですわ。そうなんです。Give me a reason to get out of bed. I need a minute to think, or maybe two. Hello. ですね、私1時間ぐらい早いのよ今。で、なんか運転してて、あれちょっと1時間早いし、まだファスティングしてるんだけどね、もう11時もなってるからちょっとフォー食べてくる。Yes! フォー食べてくる。行ってきます。
it's gonna be okay. No matter come what may, I'm gonna set things straight. Tomorrow, let all our worries fade. Let them sweep away, there'll be another day. Tomorrow, oh, oh, oh. Sweep away, there'll be another day. Tomorrow, it's gonna be okay. No matter come what may, I'm gonna set things straight. Tomorrow, let all the worries fade. Let them sweep away.地下駐車場でございます。着いたところはね、ここから歩いてそのお客様がいるホテルに向かうのね、私はこれから。なんですけどさね、フォー超美味しかったよ。私あそこ見たことあった、チェックしたことあったんだよ。でいつか行きたいなと思ってたところだったの。はいって思った。あ、ここもしかしてと思って。うまかったね。お肉はねクックされた状態で来たんだけど、今までのフォーの食べ方とは違う。ちょっとカホちゃんに教えてもらったから、もう 100% エンジョイするフォーの食べ方をした。バジルもう全部入れたし、うん、今までずっと入れてなかったの。どういう食べ方をすればいいか分かんなかったから。だけどちゃんと全部ちぎって小さくで入れて全部食べたし、一番最後残った3分の1ぐらいのスープで、あれちょっと辛いの入れてさ、100杯楽しんだと思う。大満足。じゃあこれから私はちょっと仕事頑張っていきますんでね。 See you later ね。終わったで。これから帰ります。よし、あれ終わった。これから帰るよ。イエーイ。いやー、よかったわ。 At the light. Turn left onto Allah White Boulevard. 楽しかったです。今日も楽しかった。よし、ですね、なんか本当はちょっとタウンの方をうろついたりしようかと思ったんだけど、思った以上に時間がかかって、でもうね今5時ぐらいなんだけど、もうそうなるとお店が閉まるのよ。で行こうと思っててコーヒーショップも閉まってたから、パン屋さんでちょっとパンをピックアップして子供たちに、で帰ろうかなと思います。なんで虹が見えるの。
まいやん。うまいやん。うん、うん、うまいやん、うまいやん。 Is it Inari? No. I thought you were selling it. Ataki. Oh, okay. Yeah, they asked us not to bring sushi over here because they have their own sushi. We do the bento, saba bento like that. Oh, nice. Okay. Thank you. これかけんなよってね。いい、面白い。あのたまにね、こうやってさ、大きいお盆みたいの持っていろんなものを乗せて、このスーパーのさ、ただのスーパーの駐車場とかでさ、普通にさ営業してる人がいるわけ。こうおばちゃんとかこうやって来て、大体フィリピンの食べ物が多いんだけど、こうやって来て、あのお姉さんお姉さんみたいな、アンティーアンティーみたいな、いりますかいりますかって言われるの。だからそれでね、いなり寿司を持ってるのかと思ったの。だからそれいなりって聞いたの。あ、そしたらサーターアンダギーだった。